はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あるです。トゥームレイダー4を喋りながらプレイですね。よろしくお願いします。相変わらずね、暗い部屋が続いておりますが、あ、そうだ、ここの祠ちょっと最初に調べてみようか。うん、何もないですね。じゃ、この下入っていきましょうか。いきなりロードが入るかな。ふっ、あ、うわー、嫌な音がする。ん？おお、なるほどなるほど。しょっぱなから出してきますね。走れってことでしょ？ねえ、こんな感じでできるかな？できるかなっていうか、やったことないんだけど、これ。どのタイミングで走ればいいのか分かんないしな。ここが？ え、待って、できないんだけど。うん、違うもんね。オッケーオッケー。マジか。走らねえんだよな、意外と。チッチッし、死んでないんだけど、ちょっとこのままね、終わるのは良くないよね。もう一回やろう。もう一回、ちょっと待ってね。ち、ち、いけ。 え？ちょっと待って、これ難しくね？くっそ難しいんだけど。え、なんかやり方違うかな？普通に走っていけば、何？ちょっとのダメージ、強制ダメージだけで通れるってことなのかな？ロード画面がね、なんか少しずつこれ変わってるのはね、どういうことなんだろう？自分の死んだところからの画面なのかな？ちょっとよくわかんないんだけど、まあいいや。まあこれでまあできなきゃいいや。普通に行っちゃおう。あ、タイミングが悪い。あー、なんか違うな。よし、お、取れた。よし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 まあまずいですけどね。ありがとうございます。コメントの方もありがとうございます。なんだっけ、なんかね、あるの、その動画。何を見て、ちょっと、まだあんの？何を見てね、登録してくれたっていうの、コメントいただいてたのがあるんですけど、チッチッチかな。チッチッ、ここだな。チッチッ、よっ、よし、いい感じで、また降りていく。敵は？大丈夫か。お、なんだこれ。三角形と、なんか鳥と蛇が合わさったような紋章があるね。ダメだ。ですよね。今大事なものは持ってないんだもんね。OK。トゥームレーダー2とキングズフィールド。まあ、あれも2ですよね。あれをちょっと見て、登録しましたよっていうコメントがありました。ありがとうございます。ね、キングズフィール、あれ？なんだこれ？なんかの地図ですかね？上から見た。ん？なんだろう、これ。どういった経緯の場所なんだろう。右も左もなんか、滑り台があって、まあ、まっすぐ行けばいいんですかね。ちょっと早いけど、セーブしとこうか。なんかね、嫌な感じがするんだよね。うん、やっぱキングズフィールドと、まあ、トゥームレーダーの、まあ、二大巨頭なんですかね。R の中ではそんな、大丈夫か。あ、なに、当たり判定がある。地図に。ん？ここはマンホール？穴が開くのか？
開くわけじゃないと。ここにも何かあるね。ダメだ。もうダメか。一応登れるのかだけちょっと試しに。滑って落ちるならそれも待てるし。OK。ねえ、相当このシャンデリアみたいなのが気になるな。とりあえず撃ってみる。撃たなければ始まらない。登れはするけど、あ、こっちに行けるのか。やっぱ試してみるもんですね。弾が転がってくる感じはしないな。あ、こっちか。あ、で、しゃがみ状態ではショットガンは撃てないけど、ウージーと、あとデザートイーグル系大口径武器ですね、マグナムとかは、撃てるぞということでした。ありがとうございます。ショットガンは撃てないと。ん、ショットガン装備してないですね。ちなみにこれしゃがむ、構える、あ、これできるんだね。ちょっとノーマルショットの方に書いておきましょう。このショットガンもね、よくわからないと。弾の種類変化の違いはね、よくわからないってことなんで、まああるにしてもよくわからないんで、適当にその弾数が多い方を選択して撃っていくっていう採用をね、していこうと思います。ん、あ、これいつまででも回せる。嫌ですね、そういうの。まさかだよ、まさか、まさかこっちからでも回せたりする。あ、こちらからは回せ、お、今見えましたかね。何回ぐらい回したいんだろう、これ。10回 ?1 回、2回、3回、4回。まず5回ぐらいにしてみようか。で、よいしょ。あそこの扉が開きましたね。はいはいはい。下のね、なんか、ね、四角いオセロが気になるんだけど。で、とっとと行けってことですね。うん。道順としては、ここから、飛んで、行くと。で、向こうになんかアイテムがあれば、それはいいでしょう。1回、2回、3回、4回、5。この部分で、セーブをすれば、最悪なんか即死があってもまたすぐ始められるっていう荒技で、セネトだっけ、セクメトはなんか別のゲームだよね。あ、セネトのルールがなくなったし、あれは何なんかよくわからないけど、やばかったことは確かですね。うん。まあ、即死じゃないだけ、感謝すべきか?これ、やだなぁ。いや、いいんだけど、別に降りたって。ちゃんと降りる場所ある?よいしょ。うわー、何これ、針が出てきそうでね、スカラベが降ってくるっていうのも考え、おお、これ考えられるしね。ほら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 、ね、こんなのがね出てくるんだ、分かってたんだよ俺。
ちょっとチキンプレイでいきましょう。ねえ、セネトは結局負けないとシークレットとか難しいアクションの方にはいけないっていうコメントがね、終始あったんですけど、あれ自分でさ八百長みたいなことして負けるっていうことは可能、どうやって戻るんだこれ、はしごがあるのか、可能だったんですかね。あ、裏から回れる、よいしょ。ちょっとその辺が、分かんなかったっていうのはありますよね。意図的になんかあれかな、乱数調整みたいなことをすればできるんですかね。よくツールアシストのタス動画なんかで乱数調整みたいなことをしてる場面がありますけど、実際あれ何やってるのかよく分かんないんですよね。ただ画面が切り替わるのを待っているようにしか見えないんだけど、なんかああいう、なんつうの、ああいうシステムを使うと、ん？出れない。出れない？あ、こうか。何かわかるんですかね？敵。暗い。すげえ暗い。ああ、ここに戻ってきたのか。よし。じゃあ帰ろ。帰ろ帰ろ。こんなとこには。痛くない。一刻も早くね、逃げることをお勧めするぜ。あ、でちなみに俺何手に入れたの？ゴールデンバード。もうちょっと気の利いた名前なかったんですかね。よし。あ、そういえばん？あ、ハサミか。よいしょ。トゥームレーダー3をね、クリアしたっていうコメントをいただいております。ツイッターの方でありがとうございます。ありがとうございますじゃないね、おめでとうございます。早いね、早い。ん、お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 、うわ、うわ、また怖い。おお、お、え、レーザことなんですかね。あ？なんか今の大事な場面だった？なんかこの辺から来たのがスフィンクスを通ってね、ここに来ましたけど、これ拾えるのかな。危なそうだよな、普通に危なそうだよな。でもなんか拾えそうな感じもするんだけどね。ゴールデンバードをもう一回回収するっていう手はありますか？ない。こちら側にはなんか拾うっていう手立てはないか。じゃあセーブして触ってみましょうか。ごめんね、もう記念すべき100セーブ目ですからね。すごいよ本当に、俺のセーブの仕方って。まあね、実況と普通のプレイだと進め方に差が出るっていうのはね、分かっちゃいたんですけど、やっぱ全然ですね、すごい、うん、やる気になればね、数時間でね、数十時間で終わるようなものですからね、言っちゃえば。いや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 、お見それしましたよ。怖えよ。ガーディアンの鍵。いやですね、守護者が出てくるんですか？ゲートガーディアンですか？うん、じゃあ行きましょうか。何分？15分。まだまだいけるよ。
ただ、ちょっと針とかは嫌ですね。いや、アクション要素はもうね、あっても全然いいんですけど、難しいからな。嫌です。あ、ん？ん？あと、力でもどうぞって感じ？ん？何か今、獣の吐息が聞こえたような気がするんだけど。カンヌキか。運転できそうな感じですよね、これ。あ、でも高さが足りない。スカラベが出てくるか？そういえば、松明って、もう出てこないんですかね？もうあと1回ぐらい、2回ぐらい出てきますかね？うっ！どこだ？どこだ？今ブルッとしたんだよ。画面もデュアルショックも。どこだ？この缶抜きから何か突き破って出てくるのか？やめろよ、やめろよ。近づくだけだからな俺。即死はやめろ。怖いなあ。もうえー、本格的ガーディアン出ますね、これ確実に。よっと、上がある。あ、運転もある。あ、意味のある運転だよ。やっべ、どうしよう。何が来る？スカラベ。いや、スカラベ、まあ、スカラベも来るかもしれない。巨人も来るかもしれない。ん？煽ってくるね。ああ、こういうのは勢いよく行った方がいいのかな。いいんですかね。よっ、行くぜ。うわぁ、おぉ、おぉ、来るか。何？なんかライオンみたいなのが来たんだけど。なんだ今の。また俺の想像していたものと違うんだけど。まだ生きてる。ただそこまで強くはないか。よし、当たってるもんね一応。ちょっと回復だけしとこうか。ふう。よし、これでいこう。あ、しまった。おっと、危ない。あ、当たったか。戦いやすいですね。ここはまずい。わかった、こいつ倒せないな。相当弾使って分かったけど、こいつ倒せないね。あー、ちょっと レバー引かせて、レバー引かせて。やばいな。あ、ちょっとくっそ、こいつ頭いいぞ。よいしょ。だがこいつを登ってこれないやろ。あ、やべ。いかん。あ、ちょっと、ごめん。で、テレビのスクリーンセーバーが。マウスも極力ちょっと動かしていかないといけないですね。こっちは？え？こっちはコウモリ？
え、これどこに逃げないんだろう。ちょっと待って、てかさ、敵をひるませることもできないってやばいだろ、このゲーム。ちょっとおまけにコウモリはまずいな。コウモリはまずい。ちょっとまずい、まずいってこれ。よいしょ。レバー動かして、おっと。一応その壁にぶつかるっていうエフェクトは、痛い。あ、死んだし。なんだ、あのレバーもしかして動かないのかな。あ、わかった。あの獣、ライオンかなんだか知らないけど、あいつを壁にぶつけて、扉をこじ開けるみたいな感じかな。あ、ここからか。ちょっとガーディアンがね、ガーディアンすぎるんですよね。おまけにこのレーザー当たっても全く意に返さないララさんだよね。力強いよね。じゃあどうやってやる？ちょっとね、成功法が見えないんですよね。いつもね、なんかバグに従い、バグで決着をつけるみたいな感じでやってきちゃった R としては、どうなのかな。これね、頭ぶつけてるんだろうね。ガンガン。これおとなしく逃げた方がいいのかな。ちなみに、レバーは、こっちなってるよね。動かないのかな。まずぶつけるでしょ。で、いて、めっちゃ来るよね。で、ここまで来る。ちょっと奥まで行ってみようか。よいしょ。ジグザグに動いて。よっ。どうだ。あ、やっぱり開いたね。となるとだ、この辺の扉を開けることも可能ということになるけど、めちゃくちゃ難しそうだね。多分本命はあそこだけでいいと思うから、ほっといていいかな。おっと、危ない。とにかくこのレバーをね、動かしたいんだけど。あ、使っちゃった。危ない。あ、やっぱ突っかかると痛いのか。ただ痛みを見るのか。ちょっと待ってよ、待って。わかった。このレバーはね、後回しでいい。先に進んで、何か攻略法を探さなければ。まだ何かあるんだろう。うわ、来ちゃった。まだコウモリいるのかよ。よっ。よし、裏を取った。暗すぎる。ここは何もないのかな。なんかシークレット的な考えでいいのかな。ちょっとコウモリがうるさいんですよ。よいしょ。とにかく逃げよう。走って逃げよう。コウモリを巻くことができるか。できれば、万々歳だが、できない。だがまだ走って逃げる必要がある。よいしょ。もし、もっと逃げよう。よし、逃げるぜ。 HP は？まあ、分かれ道じゃないか。逃げた方がいいな。とりあえずライトスティックだけ。うわ、まだ来てる。まだやることがあるのか。なんか
これなんだ、ただの目か、危ない。ちょっと待ってくれ、待ってくれ、俺はこの獅子に対抗できる力は持ってないぞ。よし、ああ普通に反転してきた。くっそ、どうする、登るところがない、登るところがないのに、え、無敵の敵と戦うの無理だろう。どうか、別に他に狙えるところはない。この変な目のブロックを押せるのか、押せそうにはないな。あ、いててててててとなると、やはりレバーを動かさないとまずいか、逃げ切るしかないか。これ何した方が早いかな。普通に いろいろ使っていった方がいいかな。こうやって明らかに敵の方が早いよね。でもこれで頼むって、ここでいいの、ここでちょっと動いてマジで逆ですか。え、これ動かないですか本当に。俺だってさ、パート1でこのレバーだけでしくじった。よしよし、何がどうなったか分かんないが、もう行くぜ。もうやだ俺このレバー。ちょっとあの偉い人が何とかしてくんねえかな。これこのレバーはクソだ本当に。トゥームレーダー4で一番クソなのはあのレバー、暫定1位ですね。あのそれ以降出ないでほしいですね、クソ仕様レバー。さて、なんかなったか。何にもなってない。来るか、ダメだ。どうすればいい、ここにぶつけてみるかい。特に関係はないか。あ、相手、ん、やはりスイッチか、ここ。あ、スイッチ癖。よいしょ。ちょっとこれ難しすぎるでしょ。他のスイッチも。あとここか。全然避けれてないけどね。あとスイッチはないか。これで打ち止めか。おお、俺の目の前に来るんじゃない。あとまだ貫抜きがしてある場所はあったんだけど、ちょっとあそこでぶつけるのは俺ちょっと至難の技だと判断してるんで、あそこは諦めましょう。多分シークレットか何かの、よいしょ、場所なんでしょう。どうだ、ここにまで来れないだろう。それにしても倒せない敵か。参ったね。さて、進んでいこうか、来ないうちに。お、はしごか。よいしょ。これであのガーディアンとも、おさらばだぜ。お、来た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 。じゃあの、さすがのお前もここまでは登ってこれまい。ふん、バカめ。で、意味ありげなシャンデリア。あー、これ別ルートも行った方がいいのかな。こんな外周ルートだけじゃないよね、多分。コウモリもいそうだな。どうかな。
一応外周ちょっと回るだけ回ってるけど今。ん？何今カメラチェンジしたんだろう。これ化け物がね、2体目とか出てくると終わるけどね。倒せない敵2体とかね、まじさばききれないからね。これさ、上向いてあのシャンデリア落とせないかな。ダメかな。違う違う、そっちじゃない。ダメかな。あ、落とせなそうだな。うん、まあいいか、なんとかなるかななんて思って、シャンデリア落として倒すのかなと思ったんだけど、何分？31分か。カット入れてから、うっ、なんだ、ただのボール、びっくりボール、打てないもんね。うん、アイテムを取りに来た我々プレイヤーへのささやかなプレゼント、ふざけるなよ。ホラー要素が、ホラー要素っていうかびっくり要素が多いですねこのゲーム。いいですけどね、嫌いじゃないけど、無敵のねえ相手がいる。死んだ死んだ、あ、残ってる。え、待って待って待って、このゲーム基本あの針とかって歩けば大丈夫な設定だったはずなんだけど、当たり判定の塊がありました今。ダメだね、何回打ってもあの食材シャンデリアが破壊できそうにはない。何分？32分か。終わりにしたいんだけど、待ってね、もう一個ね、行ってない場所があるよね。あー、ちょっとまた変なところで置いちゃったな。こっちね、あのライオンはどこに行ったんだろう。ちょっとこっち来てないから行きたいんだけど、こっちにライオンがいると困る。と言っても、まあショットガン持ってても意味ないんだけどね。はしごか。お、足音がする。やっぱいるんですね、どっかに。だが ここまでは、あ、登ってこれまい。両手を頭に。フォンクロイに合わせて。行き先はどこ？時間の無駄だ。その態度良くないわね。お行儀よくした方が身のためよ。答えなさい。さもないと命の保証はないわ。アレキサンドリアだ。あなたの手下たちは遅れるわよ、教授。何がどうなったんだ。まあ、とにかくあの変なねライオンみたいなものからは抜け出せたようですけど、お、汽車が走ってる。お、はいはいはい、いいですね。いや、あのトゥームレイダーってさ、走ってる描写ないよなってね、勝手に電車が走ってるとか移動中の描写ないですよねって言おうと思ったら、今度は動いてるんですかね、ちゃんと。たまには外を眺めることができるんでしょうか。
ね、動いてる画面が見たい、そろそろ。お、動いてる。てて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 。うん。いきなりなんかレバーがありましたね。あれ？なんか今アイテムがあった気がするんだけど。気のせいか。また今回はシャカシャカうるさそうですね。お、すごい。すごい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 。で、憎いレバーは。お、あ、画面が動いてる。やった。嬉しい。それだけで嬉しい。トゥームレイダー。ほう、ん？ララさんなんでガッツポーズしてんの？何これ、え、なんか持ってる、ん、何これ、ん、え、何これ、何これ、オートでガッツポーズしてんだけど、ん、何かあった、どうしたの、コロンビアなの、まあ、おいおいわか、ん？なんだこれ？レバーがぶっ壊れてる。これはいじくんなくていいのかな？それともレバーを探してくるとかかな？まあいいや。あ、ガッツポーズしなくなった。バグだったのかな？まあいいや、じゃあ今回これで。終わりにしましょう。まあ、ガッツポーズララさんも面白かったけどね。次回は、この汽車ですね。暴走特急ではないか。いいですね。新しい要素があると、嬉しくなっちゃいます。じゃあ今回これで終わりです。ご視聴ありがとうございました。